アメリカでは2008年7月22日から2010年12月30日までセサミストリートのコーナーとして放送。日本では2010年2月1日にディズニーチャンネルで独立番組として放送をはじめ2011年に終了した。その後アメリカで DVD を発売し日本も 日本コロンビアから DVD を発売している。バートとアーニーは世界中を旅することを目的に夢の中で楽しい冒険を繰り広げる。吹き替え声優は NHK 版が使われた。DVD 収録時の純宝探し海の底へ小さな町宇宙探検大発明派との宝。 スーパーヒーロー恐竜の赤ちゃん山のボーリセーブの牛乳勇敢な騎士ペンディンのパパ透明人間も大きなピアノ夜の美術館二人は名探偵悪者を追えジャングルのビーバーすごい中もメカロデオ魔法学校不思議な旅三つの願い戦車レースカンフーの達人楽しいサーフィンバートとアーニー宇宙人に会う僕らはマジシャン取りのオリンピックネスコの ネッシーバターフィンガーコンピューターの虫クイズの星不思議なアヒルカモの橋を探してアマグモシャリンの発明無人島の二人歌うシューリアさん犬の散歩ケローちゃんのジャンプ行き男のヤマハトになったバート迷子の像お花屋さんアヒル三十シレーダース失われたアヒル誇りバスターズドクターバードホイッスルにうんぎよの歌声ドニーキホーテジリスのトンネルありがとうございます